眼下蒸流器は、類人猿や個人類の眼下情報に見られる、ひさしのように張り出した部分。原生人類にはない。ゴリラの顔。両目の上に、ひさしのように張り出す、眼下蒸流器がわかる。原生の類人猿では、両目の上を覆うようにこう描いて突出する、眼下蒸流器が発達する。化石の類人猿にも普通に見られるが、人類においても、エンジン。 原人、旧人ではよく発達しており、原生人類と区別される特徴の一つである。類人猿の眼下上流器は、太く、左右のものが一つながりになって張り出しているが、人類においては、進化と共に左右に分離し、その後、左右個々の流器も中央部に浅い溝が生じて、分割と縮小が始まり、原生人類の段階では、外側は消失し、内側は、 弱い流気が残って、眉上弓となる。眉上弓は、眼下上流気の対価と縮小により形成されたもので、眼下上流気そのものではない。現世人類には、眼下上流気は見られない。オーストラリア原住民など一部の人種では、眉の付近が前方に突出し、眼下上流気を思わせるが、実際には、眉上弓が強く発達したもので、眼下上流気ではない。 1888年時点の最初期の復元図原生人類とネアンデルタール人の頭蓋骨の比較写真ただし、類人猿でも新生児ではほとんど存在せず、成長とともに急速にはっきり目立ってくる。ネアンデルタール人でもわずかに発見されている幼児段階の頭骨の研究により、同様の傾向があったと考えられる。眼下上流器が原生人類では消失していることについて、 通俗的な説として、現世人類ではそれ以前の人類や類人猿より、大脳の特に前頭葉が発達して、その結果として、機体が前方に暴流し、眼下上流器を覆い尽くしてしまったとするものがある。しかし、蒸気のように進化とともに、眼下上流器が内側と外側に分割され、外側部が先に消失し、内側部も続いて縮小したという事実からは、 このような説は受け入れられない。つまり、眼下上流器は額に飲み込まれたのではなく、流器自体が退化し消失したと考えられる。右上の絵を見ると、眼下上流器は、額から独立して大きく突出しており、その消失と額の暴流は無関係であるように見える。ただし実際には、右の写真を見ればわかるように、極端に突出しているわけではない。つまり、 絵からの推論は必ずしも成立しない。一般には原始的特徴と考えられる。類人猿または個人類は、現世人類より、はるかに顎と歯が強大で、しかも額が低く顔面が傾斜している上に、固く粗雑な食物を摂取するので、咀嚼すると大きな衝撃が起こるため、それを眼下上流器で吸収して緩和するのだとされている。現世人類では、 顎が縮小して噛む力が弱まり、さらに火で調理して、柔らかくした食物を摂取するようになったので、頭骨にかかる衝撃が小さくなって、眼下上流器も消失したことになる。原生人類でも、クロマニョン人や縄文時代人等の古代人、また現代においても、原始生活を営む種族では、眉上弓が、比較的強大な場合が多いのは、その可能性を裏付ける。しかし、 イギリスの個人類学者、クリストファー・ストリンガーは、猿の頭骨を用いた実験では、眼下上流器による咀嚼の際における衝撃吸収の効果は実証されなかったとし、眼下上流器の本来の役割は、眼下上部の補強とともにディスプレイ、すなわち敵や仲間を威嚇したり異性を引きつけるためのものではないかと主張している。中心よに反映したプロコンスルでは見られない。エンジン、 原人、旧人という区別は厳密なものではなく、専門用語でもないので、個人類学では用いられないが、人類の進化段階を大雑把に示すのに都合が良いので、い、鈴木奈央、活石猿から日本人まで、岩波新書1971年初版93ページ。本書では、ネアンデルタール人、それより進化したと見られるイスラエルから発掘された、アムッド人。 オーストラリア原住民、現代日本人の眼下部分の図紙による比較を用いて、眼下上流器が内側と外側に二分割されて消失する過程を明らかにしている。例えばサヌキまた男は、科学朝日に進化の設計と題する古生物学を扱った連載をしていたが、1981年12月号で、クロマニョン人の眼下上流器の消失について論じ、 そのような内容の意見を述べている。ただし、サヌキは宇宙航空工学者で、古生物学や人類学の専門家ではない。専門的には、顔面角が小さい、と表現する。類人猿や個人類は上下の顎が大きく、前に突き出しているので、顔面角は小さい。現世人類は、顎が弱小化して引っ込み、一方脳の発達によって前頭部が大きく。 膨らんだので、顔面角が増大して90度に近くなった。彼らはすでに火を使って、食物を調理してはいたが、現代人に比べると自然界から得たままの固く、粗雑な食物を摂取しており、また葉を使って、獣の皮をなめすなどの作業を行っていたと考えられるので、歯と顎は現代人より、頑丈な構造となっていた。クリストファー・ストリンガー・クラギャンブル教著 ネアンデルタール人とは誰か、河わいしん役朝日新聞社1997年124ページ。ありがとうございます。